こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちら、白菜です。白菜をこの量ペロッと食べ尽くせる絶品鍋料理をご紹介いたします。白菜の料理の中でも最もシンプルで素材の美味しさを楽しむとしたら水炊きがおすすめです。今回は白菜と鶏肉だけで鍋料理を作ってみたいと思います。白菜の料理いろいろありますが、今回の鍋料理は免疫力を高め体を温める一品です。そしてもう一つ覚えておくと便利な最高にフレッシュなポン酢をご紹介します。ポイントを踏まえておけば他の具材でもアレンジ自由自在です。鍋つゆなしで簡単お鍋料理、ぜひ最後までご覧になってください。水炊き白菜の作り方、材料はこちらです。まず白菜4分の1株です。そして鶏もも肉2枚、そしてだし用の昆布です。あとお水、仕上げにごま油を少し加えていきます。まず白菜きれいに洗っていきます。白菜はですね、周りの 2,3 枚を少し取って、でその葉っぱは丁寧に1枚ずつ洗ってください。でそして残りの内側の部分はしっかりと水ですすぎ洗いをして全体をきれいに洗っておきます。はい、白菜きれいに洗いました。でまずね、白菜今回シンプルなんで切り方少しねこだわっていきたいと思います。ちょっとしたことでね味が変わってくるんですよ。まず白菜の葉っぱの部分と茎の部分少し分けていきます。こんな感じで白いところだけにしておきます。そして葉の部分です。ちょっと大きめ、ざく切りにします。はい、そして茎の部分です。茎の部分は厚さを均等にしたいのでそぎ切りにしていきます。こんな感じで断面を少し大きめにした方が白菜の出汁がよく出ます。はい、こうすると厚みがほぼ均等になるんですね。はい、ザクザクと切っていきます。はい、そして内側の塊の部分、この白菜の根元を切り落とします。そして葉っぱの部分ですね、もうこのままザクザクと切っていきます。はい、そして白いところ、先ほどと同じようにそぎ切りにしていきます。これね、ちょっと面倒なんですけれども、こういう風に切るだけでも全然仕上がりの味わい、そしてスープの出汁なんかも変わってきますのでね、ぜひこの一手間の斜め切りやってみてください。はい、続いて鶏肉です。ちょっと皮がねはみ出してるような部分、あと脂身の部分ですね、この身と皮の間の白いものです。これが脂身になります。適度にお掃除をして一口大にカットしていきます。こうね、はみ出してるところだけで大丈夫です。ちょうどね、食べやすい一口大に切っていただくといいと思います。用意しておくのはこれだけです。はい、それでは水炊きにしていきます。まず昆布ですね、全部お鍋の大きさに合わせて適当な大きさにカットします。はい、そしてカットしたお肉ですね、今から昆布と鶏肉からお出汁を取っていきます。はい、そしてお水です。でここに白菜の芯を一緒に入れていきます。ちょうどね、お肉の上に落とし蓋をするような感覚ですね。はい、こんな感じで広げて火にかけていきます。はい、火加減中火です。お水からじっくりと煮ていきます。
お鍋を煮ている間に今回の白菜そして鶏肉のお鍋の栄養についてお話をしたいと思います。白菜に含まれるビタミン C は抗酸化作用や感染予防に、ベータカロテンは粘膜の強化に、そして白菜はじめ油中の野菜に含まれるイソチオシアネートという成分が抗炎症や殺菌作用、白血球の活性化で免疫力のアップ、そして骨の健康に役立つビタミン K はカルシウム吸収を促します。カリウムは高血圧やむくみ予防に、鶏肉と一緒に食べることで鶏肉のタンパク質やビタミン B 群がプラスされ免疫力アップに役立ちます。寒い季節の健康管理にお役立てください。はい、お鍋が沸騰してきました。芯の部分がね、今いい感じで火が通ってるんですけれども、少しアクが浮いてきたらすくいます。はい、大体ね今15分ぐらい煮てるんですけれども、白菜の芯がねだいぶくったりしてきましたね。はい、そしてここで葉っぱの部分を加えていきます。水分量はお鍋の大きさによっても変わってきますので、もしね水分足りないなと思ったらお水を足してみてください。葉っぱの部分はもう豪快にかなりもりもりで入れてしまって大丈夫です。これ全部ねしんなりしてしまうので、ちょっとここではね無理して加えてみてください。はい、そしてちょっと吹きこぼれに注意しながら蓋をしていきます。火加減、吹きこぼれやすいので中火と弱火の間ぐらいにして様子を見ながら蓋を少しずらしてみてください。さらに煮ていきます。はい、ちょっと様子を見てみます。はい、今ちょうどねお鍋を煮始めて20分程度経ったんですけれども、中のね芯は多分もうだいぶ柔らかくなってるんじゃないかと思います。お肉もねもう柔らかくなってますね。しっかり煮えています。もうプリプリですね。はい、芯の部分もねだいぶ柔らかくなっています。まあ、とろけるほどというよりは適度に歯ごたえを残しているような感じですね。はい、これで完成。火を止めます。そして最後仕上げにごま油を軽く回しかけます。うん、いい香りです。これで水炊き白菜完成です。水炊きの漬け汁なんですけれども、ポン酢を使うのが一般的かと思うんですけれども、今回はフレッシュな柑橘酢を存分に楽しんでいただくとっておきのポン酢をご紹介します。お好みのまずめんつゆをご用意ください。こちらはですね、私が開発した4種のキノコつゆといって、お砂糖、食塩、保存料や着色料を使わず、天然原料に本みりんの自然な甘さと山伏茸、タモギ茸、舞茸、椎茸のキノコの旨味を凝縮して加えた旨味たっぷりの美味しいおつゆです。お醤油代わりに使っていただいても最高です。素材の美味しさを引き立てるので、今回のポン酢にね使ってみたいと思います。はい、まずお好みの量少しね加えておきます。あとはお好きなだけ、今回すだちなんですけれども、かぼすとかでも構わないですよ。この柑橘酢をキューッと絞るんです。結構ねポン酢って酸味が強いのが好きな方、マイルドなのが好きな方、結構お好みがあると思うんですね。私はねこの絞りたてのね柑橘酢をそのまんま麺つゆに加えて、お好みのね酸味加減で作るフレッシュなポン酢がねもう一押しです。これは一番美味しいなと思いました。もちろんねポン酢として作っておいてもいいんですけれども、フレッシュの絞りたて最高なんです。ぜひね麺つゆに絞れるようなね柑橘類を用意して、その場でお好みの量を絞って仕上げるポン酢醤油ですね。ぜひ試してみてください。水炊き白菜、この作りたてのフレッシュポン酢でお味をお伝えしたいと思います。もう本当にシンプルな材料だけなんですけど、すごく美味しそうです。まず白菜からね。はい、では早速いただいてみたいと思います。
鶏肉のお出汁と昆布の旨味を吸い込んだ白菜、絶品です。またこのフレッシュポン酢で食べるのが最高です。まあ、もうちょっとね、私はすだちの果汁が入っててもいいかな。本当にね、お好みで酸味が調節できるので、これ本当におすすめです。まあ、今回はね、すだちでやりましたけれども、かぼすとかゆず酢などでもいいし、搾りたての柑橘酢を使うのがポイントなんですね。じゃあもう一口ちょっとね、酸味がプラスされたところでいただいてみます。もう白菜が本当に美味しいです。白菜が甘い。そしてこのね、スープもとっても実は美味しいんですよ。このスープはね、塩分はないんですけれども、もう素材のお出汁がしっかり出てますので、煮汁も最後まで締めとして使いたいと思います。お鍋といえば締め料理も楽しみの一つですよね。今回はこちらの玄米麺を締めに使ってみたいと思います。こちらは山梨県産の特別栽培の玄米うどんで、もちもちした食感が特徴なので、お鍋の締めにもぴったりです。最初固まってるんですけど、だんだんね、全体が温まってくると自然にほぐれてきます。はい、ちょうどいい感じの茹で具合になりました。はい、このお出汁もね、たっぷりと一緒に入れていきます。もうこのおつゆがね、もう一番のごちそうですからね。仕上げに少しめんつゆを加えます。お好みでネギや柚子の皮などを添えてみてください。お鍋の締め料理、玄米うどんで作ってみました。お鍋の締め料理、今回は玄米うどんを作ってみました。ちょっとね、お味をお伝えします。麺にね、すごくコシがありますよね。ちょっともちもちっとした食感なんですよ。細麺なので、すごく口当たりもさっぱりした感じで、もうスルスルっとね、もう最後のお鍋の締めがお腹に入りそうです。そしてこちら、周りに粉がついていないので、そのまんま麺を鍋つゆの中に入れていただいても濁らないで美味しく仕上がります。締め料理にはぴったりの麺ですので、ぜひこちらもお試しください。ウェルネスギフトとして4種のきのこつゆ、そして今ご紹介した玄米うどんの4食セットのギフトボックスが登場しました。1年の感謝を込めた大切な方への贈り物や、年末年始のおもてなし、また年越しにぜひ健康ギフトをご活用ください。今回は白菜の絶品お鍋レシピということで、水炊き白菜をご紹介しました。鍋つゆも必要なく、本当にシンプルな材料で作るんですが、もう素材からの旨味がたっぷり溶け出した本当に絶品の鍋料理になります。その鍋料理のお供として、こちら4種のきのこつゆもぜひご活用ください。概要欄の方に記載しておきます。4種のきのこつゆと玄米麺の4食セットの詰め合わせ、ギフトボックスの方もぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。